何これ、通れん、こんなん公園にすんな。結構広いでしょ、ここ。で、ここで何か催しができるような舞台があるんですよ。いや、ほんとでかい。国宝にしてほしいぐらいだ。めっちゃでかい。八幡宮なんで、菅原神社ですよね。菅原道真をお祭りしている神社。違ったかな。ここにも入り口があるんですよ。ここもやっぱり形が同じで、すごい大きくて綺麗な神社なんですよ。福山駅のね、北口を出て、お城口の方を出て、北へ、そのまま北へ、だいたい15分ぐらいかな、歩いて、その場所にあるんですよ。実はね、テレビでもマツコの知らない世界で紹介された牛空神社にも実はつながってまして、その動画も上げてあるんですけど、もう一回ね行ってみようかと思います。水野勝成さんをお祭りする神社ですね。水野勝成さんは福山城の初代城主であって、福山藩の初代藩主ですんで、ここにお祭りをされております。めちゃくちゃ綺麗。これはね、ぜひね、皆さん肉眼で見てください。すごい綺麗だから。前これだ、あと火事神社か。すごいね、お酒のいい匂いがしてね。ここお賽銭箱を壊さないでください。何回も、毎日何回も開けてみます。今開けてもほとんどありません。で、この道はね、ほとんど誰も通らない道ですね。この道が今の福山八幡宮と牛空神社とつながってる道です。牛空神社側から来ても分かりにくい場所があるから、神社のね、真裏に行かないとこの山道を見つけることができるんですよ。あと今自分が通ってる方向からも、あ、こっちなんか道があるよ、でもこれ普通に山道なんじゃないっていう風に思われるだけで、本当は後ろ神社に繋がってんだっていうのは、ほとんどの人は知らんのんじゃないかな。あのね、すげえ、すごいね、人の匂いがする。なんだろう。ずっとね、この辺今、自分がまあ、神社マニアだから、森林浴も楽しみながら歩いとるんですけど、なんでこれ、人が歩いてなかったのに人の匂いするな。別に誰も引っかかってないしな。なんだろうか。そういうことか。お墓だ。人の匂いがするかと思ったらこれか。あのね、線香の匂いでもないんですよ。本当にね、人の匂い。線香なら
わかると思うんですよ。はっきりとか、あ、これ線香やな、みたいな。普通に人の匂い。やっぱりここ通ってる人いるんだろうね。五霊山の中にも。神社の道なんで。今車見えてますよね。ここまで来たら、後ろ神社がすぐそこです。後ろ神社の真裏に来ました。こんな感じだからね。わかるわけないですよね。本当に裏まで来ないと。